ここのためだけでも行きたい駅中グルメ。どうも、山口県住みます芸人の福太郎です。福子です。さあ今日はですね、山口県は山口市の新山口駅に来てるんですけどもね、はい、駅のこのためだけでも行きたい、はい、何ですか福子さん、これ私の好きな、うん、甘いもの系です。スイーツ系ですか、はい、ここのためだけでも行きたい、はい、ということですけども、この今1階にいるんですけど2階にそのお店があるんで、はい、行ってみたいと思います。行ってきます。楽しみに。今回お邪魔するのは新山口駅にある船形農場新山口駅店。お邪魔します。お邪魔いたします。どうもこんにちは。ご案内いただくのは店長の柳田さん。船形農場ってどんなところですか？山口県の阿東徳佐というところで、牛を飼うところから、加工場、あとはこうやってお客様に直接接するところまで、すべて一貫してやっている農場です。牛さんどれぐらいいるの？牛は180頭ぐらいおります。ただ面積はとても広くて、でしかも周りに余計なものがないので、山口県の北海道と呼ばれているようなメニューは牛乳、ヨーグルト、チーズケーキ、プリン、チーズ、バターなど、どれもここでしか味わえないこだわりの商品ばかり。お待たせいたしました。来ました。これが船形農場の牛乳です。牛乳、おいしそう。これはもう絞りたてとかなんですか？これは。そうですね、絞ってすぐに加工場でじっくり殺菌をしているので、かなり甘みがあって牛乳本来の味が楽しめるものとなっています。いただきます。牛乳をこんなストローでいただく、ね、ほんとほんとなかなかないね。わ、ほんとだ。糖分とか一切入ってないですもんね。もちろんです。それぐらい入ってんじゃないのと、これ錯覚するぐらい甘い、うん、でこの乳製品の独特のこの乳臭さみたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、それもすごく抑えていらっしゃるというか。そうですね、牛乳が苦手な方でも、うん、うちの牛乳は飲めるって言ってくださる方が結構いらっしゃいます。美味しいです、うん、ですね、季節によっては放牧されていたりするんですけど、牛舎の中は、まあ、ちょっと大きい農場さんとかだと牛がこう首でつながれてて、もう立つ座るしかできないみたいなところもあるんですけど、うちの牛舎はフリーストールって言って、牛がなるべく自由に動き回れるような牛舎になっています。お待たせいたしました。うわー、おしゃれですね。ファームチーズケーキとファームチーズプリンをいただきます。っ、思ったより柔らかいですよ。中も、うん、いますよ。ちょっとすごいね、もうちょっと柔らかい。わあ、美味しそう。プルンプルンじゃん。そう、意外とプルンプルンでした。いただきます。何、チーズみたいな、丸ごとチーズみたいなこと？懐かしい味がする、私はすごく。あ、そうですか、うん、ありがとうございます。誰かのお母さんが手作りしてる味違うじゃん、ね、一緒にすな、お前って言うじゃん。一緒にすな。違う、お菓子作り上手なお母さんよ、もちろん。どうなの？一緒にするなじゃないよ。逆ね、お母さんほどお菓子作り上手な人おらんけ、マジで。子供のことを思ってさ。めっちゃ美味しい、これ。お母さんのチーズケーキ、はい、ありがとうございます。どういうことよ。お母さんのチーズケーキ知らない人はピンとこないじゃん。でも、ただ後味がめちゃくちゃさっぱりしている。あ、そうです。一番違いはこれかなと思っているのが、はい、チーズ感というよりかは、はい、ミルク感が強いんじゃないのかなと思っています。その通りです。いや、まんまじゃん、そのまんまじゃん。何かの言葉で。チーズケーキってなんか食べた後まったり、うん、なんかまとわりつく感じあるじゃん。全くそれがなくって、
とバニラビーンズも入ってるじゃないですか。はい。そりゃ豪華ですよね。もう天然のバニラビーンズを使っているので、うん、柔らかい。ケーキというよりは、はい、ヨーグルトか。あ、ヨーグルトですね。はい。え、ちょっと酸味もあったんですか。ありますよ。続いてはファームチーズプリンをいただきます。こちらもたくさんのバニラビーンズが入ってますね。いただきます。はい。チーズ来ないっす。あ、本当ですか。チーズ来ない。なんかミルクプリンみたいな。あ、そうですね。これもやっぱりそのチーズのミルク感が出てるプリンだと思います。ねえ、名前のチーズ、あ、後から、あ、今ちょっと、あ、そうなんですよ。結構後から来ます、後味というか、はい、後から。え、あなたさ、ちょっと店長さんにテンション上がっちゃうんじゃないの。いや、まあもちろん可愛い、綺麗だから。うちのクリームチーズ自体が、あの、チーズ感というよりかはミルク感を目指して作ったので、なのでそれを使ったチーズケーキとかチーズプリンはこういう味になるんだなと思います。美味しい。はい、ということで、ここのためだけでも行きたい駅中グルメ、はい、ご紹介させていただきましたけども、お付き合いありがとうございました。こちらこそありがとうございました。本当に美味しいね。いや、本当に美味しいですよ。ちょっと一言いただいてもいいですか。はい、はい、この船形農場カフェ下山口駅店は、農場までわざわざ行かなくても船形農場の本物の味を楽しんでもらえるカフェだと思っているので、ぜひ遊びに来てください。新幹線 の駅なので、ぜひ県外の方にもうちのスイーツをお土産で買って帰っていただきたいです。ねえ、この最後にこれ、お土産何を買うって迷うことあったら、もしこちらの船形農場さんのプリンを手に取っていただけたらと。まあ、そうですけれども、うん、やっぱり店長さんの笑顔を見に皆さん来てください。あ、素敵な笑顔ですから。はい、はい、ということで待ってます。